忘れないで、俺は米粉、小麦じゃない米粉なんだぜ。巻いてもらいたかったんだ、太巻きみたいになるけ、くる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 と、俺すごいぜ、ロールケーキ。さあ皆さん、グルテンフリーの米粉ロールケーキを作りますよ。皆さんのね、リクエストがとっても多かったグルテンフリーの米粉ロールケーキです。うちの天板横長なんですよ。四角い人もいますよね。なのでどの天板でも作れるように、そして巻きやすくするように型を作ります。30cm×32cm に切ったクッキングシートを用意します。端から 2.5cm ずつ跡をつけます。クッキングシートの反対側につければ鉛筆が生地に入りません。ひっくり返して折ればいいんです。生地が折れず巻きやすくなるので、型はめんどくさいかもしれないんですけど、絶対作ってくださいね。折った部分は壁になるように立ち上げてください。これ生地流し込んだら重さでバカーって流れちゃうかもしれません。なのでこれを使います。アルミホイル 25×25 のアルミホイルに切って、端からくるくるくるっと優しく丸めます。端っこに置いてあげます。でその隙間に角になった部分を差し込めば生地が流れません。できました。生地を作る前にまずはオーブンを温めます。で予熱スタートです。まずは卵3個、卵黄と卵白に分けて、卵白は冷蔵庫に入れて冷やしておきます。卵はよく冷えたものを使ってください。砂糖を入れます。半分入れます。1分ほどすり混ぜます。滑らかになりました。サラダ油、牛乳、米粉、ベーキングパウダーも一切入れません。卵黄と卵白を分ける生地の方が翌日でもしっとりと柔らかくって美味しい生地になるのがこの別立てです。バニラエッセンスも入れます。さあ卵白泡立てますよ。まずは塩を一つまみ入れます。ハンドミキサーで高速10秒ほど泡立てます。10秒経ったら今度は砂糖を半分入れます。残りの半分はまた後で入れます。30秒経ちました。かなり泡立ってきましたね。そしたら残りの砂糖を半分入れます。合計で1分半になるように、あと残り1分弱泡立てます。50秒経ちました。見てください、ツーンと立ってるの分かりますか。これぐらいツーンとしてツヤがキラキラと出たら泡立て終了の合図です。混ぜ方なんですけど、卵黄の生地に卵白を入れていきます。3分の1を取り出してポトン落とします。3分の1をゴムベラで滑らかになるまで混ぜます。卵白がのダマがなくなるまで混ぜてください。残り3分の1入れます。まだ3分の1は残しておきます。この時混ぜる方法は底からすくい上げて混ぜていきます。色が均一になってきたら残りの3分の1の生地を入れましょう。ゴムベラの先っちょを切るように動かすと卵白が崩れないでよくなじみます。これ普通の木べらとかだったらね、疲れますよ、卵白死んじゃいますよ。この時に卵白が硬いとここで混ぜにくくなっちゃうんですよ。少し柔らかいぐらいがちょうど卵黄になじむんです。滑らかになってきました。そしたら型に入れます。生地を3センチぐらいの高さのところから天板に流します。ゴムベラを寝かせて撫でるようにして表面を均一に流します。高さが揃うようにまずは横に伸ばします。端っこまで伸ばしてください。ちょっとこのプツプツしてるとこ気になるようだったらクシュクシュ竹串でやるといいですよ。そしたら3センチぐらいの高さのところから 2,3 回落として空気抜きます。オーブン温まってます。オーブンの下段に入れます。10分ほど焼きます。10分経ちました。開けますよ。竹串に生地がくっついてこないか確認してから取り出してください。
うん、バッチリ。端を掴んで生地を上から 2,3 回落として焼き縮みを防ぎます。熱々のうちにラップをして1時間冷ましておきます。そうするとラップを剥がした時に上の生地がきれいに剥がれて真っ白くてきれいなロールケーキになりますよ。1時間経ちました。オープン。スル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 、皮がむけてく。 あれなんか残ってる。そしたらゴムベラ。ゴムベラだと簡単に皮が取れるんです。端っこまで。ビューティフル。表面がとっても綺麗です。ひっくり返して剥がします。こっちが綺麗に取れました。生クリームを泡立てよう。イエーイ。ボウルに氷をたっぷり入れてその上にボウルを乗せます。どちらも冷凍庫でキンキンに冷やしておいてます。そしてよく冷やした動物性の生クリームを入れます。これ忘れてました。砂糖入れてください。砂糖の次は練乳。もう生クリームのコクがさらにアップしてめちゃくちゃ美味しい生クリームになりますよ。2分ほどすると少し固まってきました。動物性の生クリームって固くなるのがとっても早いのでここからは手動で混ぜます。とろっと落ちずしっかりツーンとつなが立つまで泡立ちました。これで OK です。ここまで固くないとロールケーキに巻いた時にダラッとしちゃいます。で、生地を巻くのは横長を巻くのではなくって縦にして巻いていきたいと思います。で、巻き終わりは斜めに切り落とします。そうするとちょうど高さが揃うんです。切り目を入れないと巻いた時にロールケーキが切れちゃうことあるんですよ。なので深さ 1-2mm ぐらいの切れ目を5本から7本入れます。深く入れすぎちゃうと生地切れちゃいますからね。優しくです。聞いてますか、あんちゃん。それでは生クリームを塗ってください。お願いします。そっと乗せて。伸ばさない伸ばさない。なぜかというとゴムベラに生地がついちゃうんです。これをドバッと乗せます。ポンと落とすだけ。はい、それを繰り返すだけ。おいね。そう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 。たっぷり乗せ、全部乗せて、全部。まず塗るときなんですけど、手前が厚めに、巻き終わり薄めになるように塗ってください。で、巻き終わりを3センチ残すようにして伸ばしてください。かなり手前を厚めにしてます。一気に持ち上げて回転させます。巻き終わりと巻き始めがくっつくようになってます。冷蔵庫で1時間冷やします。はい、1時間経ちました。冷えましたよ。やったー。お風呂入ってすっきりだね。うん、よし、じゃあ食べようか。せーの、いただきます。うん、おいしい。生地が消えた。ほどけてく。やばい、なくなっちゃった。生クリームがすごい濃い。めっちゃ濃い。やっぱ練乳だから味がしっかりしてるね、あんちゃん。うん、ね、おいしい。皆さんもこれ絶対作ってください。めっちゃ喜ぶよ、マジで。おかわりして。嬉しい。